too. こちらクリームです。今日はですね、急に思い立ってイヤホンが欲しくなったので、ご紹介してみたいと思います。で、きっかけはですね、キャンプなんですけど、外で、よりよくモニターしたりですね、いい音で聞きたいなと思って、ちょっと探してみたんですね。で、今までは、外で編集するときは、この昔のアップルのイヤホンも使ってたんですけど、で、イヤモニっていうのあるじゃないですか。モニターイヤホンですね。で、それを、ちょっと試したくて、探してみましてですね、今日届いたのでご紹介したいと思います。で、届いたのが、こちらですね。シュアの SE215 のスペシャルエディションだから、SPE ってやつかな、なんですけども、でこれがちょうどニュースになってまして、このパープルの色が新色なんですね。で、少し前にこれが出たんですけど、SE215 といえば、シュアのブルーのね、ちょっと水色っていうか、シアン系の青色のが有名だと思うんですけど、これが新色で、綺麗な色だなと思って、僕パープル好きだし、これがですね、ちょうどあったので買ってみました。で、これがLINE のやつですね。で、これMMC かなんかっていう、取り外してワイヤレスにすることもできるので、っていうイヤホンなんですけど、まずこれを買いました。で、ついでに、Bluetooth の、イヤホンも新しくしたくなったので、AirPods のジェネレーション2ですね。新しい AirPods Pro 買ってみました。で、音質が良くなるといいなと思って買ったんですけど。で、今日はですね、それと、あとこれがゼンハイザーの、iPro 100ですね。っていうやつ。これもイヤモニですね。で、これが3つと、で、これで4つでしょう。で、あとが、AirPods Pro の第一世代ですね。ちょっと今閉まっちゃってるんですけど、をちょっとランキングというかですね、比較してみたいと思います。で、もう1位から行ってしまうんですけども、ただ、観点がありまして、音がいいっていうのはそうなんですけど、正しい音ってないじゃないですか。で、僕の中ではそうですし、あと業界標準でもそうなんですけど、このソニーの MTR-CD? ちょっと待って。MDR-CD900ST ですね。で、これがモニターヘッドホンとして、もう業界標準だし、どこのスタジオでも使われてるし、レコーディングでも使われてると思うんですけど、で、この音に近い音、分離が良くて、派手さがない素直な音で聞きやすいっていうのと、あとそのモニターできつつも一般のリスニング用途としても楽しめるイヤホンが僕の中ではいいイヤホンで、そういう観点で選んだんですけど、で、1位がこれですね、シュアの SE215 ですね。で、これ音めちゃくちゃいいですね。で、なんていうかな。派手さはないんですけど、一音一音モニターできるし、つまり、YouTube の動画制作とか、音楽制作でも使えるし、あとね、リスニング用途でも結構気持ちいいですね。で、これがスペシャルエディションは、ちょっと低音が強調されたやつで、スペシャルエディションじゃない方は、もうちょっと低音が
おとなしいらしいんですけど、これはね、低音も結構強調されて、いい感じですね。で、僕が持ってる、スピーカー、モニタースピーカーなんですけど、なんだかな、忘れたな、忘れちゃった。いや。はい、というわけで、1位がこれですね。で、2位が、まあ、ゼンハイザーの、こっちです。これですね。i100 Pro ですね。で、これはですね、まあ、聞いた瞬間感動したんですけど、これはま、実は僕のじゃなくて、妻のやつなんですけどね。まあ、動画制作で使ってるみたいなんですけど、これま、デザインがいいし、あとね、分離感がすごいですね、音の。ただ、僕は手話の方が好きで、なんでかっていうと、結構派手な音になるんですよね。で、ドンシャリって言われるんですけど、結構ハイの周波数が持ち上がってる感じで、これ本当になんか目の前で聞いてるナチュラルな音に近いのかなっていうのは疑問があって、結構シャリシャリした音になりますかね。で、かつ、ローもそんなに出てないっけっていうぐらいちょっと抑え気味になる、まあ、曲によるんですけど、なることがあって、ちょっとその、まあ、リハとかだったらいいと思うんですけど、分離感すごくいいので。ただ、モニターする音を一音一音細かく見たいっていう時には、ちょっと本当に正確なのかなっていうのが、僕は疑問がありますね。なので、これ、まあ、ゼンハイザーの IE モデルの入門モデルなんですけど、これよりハイスペックの方が、まあ、信頼感あるのかも、かもなっていうのはありますかね。はい。で、3位が、まあ、AirPods Pro 2ですね。うん。まあ、ただこれは、まあ、比較対象には本来ならないんですけど、ケーブルじゃないし、Bluetooth ってことで、やっぱりレイテンシーは発生するので。で、まあ、例えば動画制作で、音を、ドンピシャで合わせたいときは、これちょっと使えないですよね。うん、ずれるので。なんですけど、まあ音結構いいし、あと2になったことで、この、ここスライドすることで音量が調整できるんですよね。っていうのが結構いい感じですね。はい、で、良いが、AirPods Pro の第一世代ですね。でただ、これ2と1でですね、2がもっと音いいのを期待したんですけど、そんなに変わんないですね、1と。うん、結構聞き比べしたんですけど、音質は別に変わらないなっていう感じでした。まあ、ただ、音量調整できるようになって、あとなんだろう。そんぐらいかな。そんぐらいですね。なので2になってそんなに感動なかったんですけど、一応まあ使い勝手が増したってことで、2の方が3位で、第1世代が4位ですね。で、5位が、まあこちらですね。こちらの昔の Apple のイヤホンですね。まあこれもね、結構ナチュラルな音を出してくれるので、別に悪いわけじゃないんですけど、これも結構好きなんですけどね。しかも、音って本当に難しくて、なんていうのかな。細かく聞ければいいかっていうとそうでもなくて。っていうのは一般のリスナーっていうか一般の人ってこういうので聞いてますよね。あと、まあ、AirPods Pro とか、まあ、何でもいいんですけど、そんなになんか、こういうモニターヘッドホンって言われるガチなヘッドホンで聞く人ってそんなに多くないので、うん。まあ、こういうのを持っといて、この音を知っとくっていうのも大事ですよね。もちろん音楽制作とかね、動画制作で、細かく音見ながら作っといて、それをちゃんと編集するっていうのはまあ重要なんですけど、これはこれで、まあまあいい音するし、装着もすごい簡単なんですよね。これはもう、言って、はめるだけなんで。こういう、インイヤーになると、
ちょっと手間なんですよね。あの、なんていうかな、角度を変えて右左確認してこう装着しないといけないのでっていう煩わしさはちょっとあるんですけど、うん、っていう感じですかね。というわけで1位がこのシュアーの SE215 なんですけど、これは結構気に入ってますかね。なので今までケーブルのイヤホンはこれ使ってたんですけど、こっちに切り替えてやっていこうと思っています。で、これ装着感もいいですし、デザインもすごくいいので満足してますね。でかつこれあのケーブルはピンなんですけど 3.5 ミリかな、これをそのまま Mac につなげて、まあ、聞いてもいいんですけど、今ここにある RME の Fireface USCX2 にさっき挿してみたんですけど、っていうのが、これあの、太いケーブルのしかつなげないので、これですね。ピンをこの太いやつに変えるやつ、こうやってつなげて、で、オーディオインターフェースを RME にして聞いてみたんですけど、めちゃくちゃ音良すぎて、これはびっくりしましたね。多分このソニーのヘッドホンに匹敵するんじゃないかと僕は思ってるんですけど、うん、結構ナチュラルにめっちゃいい音出してくれますね。でこれもね、あの多分クオリティがあって、これ昔から僕持ってる、まあ楽器店で買った結構適当なやつなんですけど、これもまあよりいいやつにするともうちょいいいのかなとか思ってるんですけど、とりあえずはまあ変換できてるということですね。で、まあ後で、このゼンハイザーの IE100 Pro でも、これで変換して聞いてみたいと思うんですけど、まあいい音はすると思うんですけど、ただまあドンシャリで出てくるんだろうなとは思ってるんですけど、うん。って感じですかね。で、この手話がいいのが、持ち運びのこともちゃんと考えられてて、そこもデザインなんですけど、こうやってあの、丸めて、こういうケースがついてるんですね。で、これで、しまえると。ソフトケースなので、結構使い勝手はいいのかなっていう感じで。ハードケースだともうサイズ変えられないので、結構かさばってもいいんですけど、まあ、くしゃっともできるし、こうしてくれるという感じですかね。なので結構気に入っています。はい。というわけでこの SE215 はおすすめですね。しかもパープル新色なので結構いい感じですかね。はい。今日はですね、こういう感じで手話の SM7B と、あとオーディオインターフェースが RME の Firefest UCX2 で撮ってるんですけど、さっき、AirPods Pro 開けた瞬間に、ロジックのオーディオインターフェースが切り替わっちゃって、途中で音取れてなかったので、途中からあの、ソニーの FX3 内蔵のマイクの音なんですけども、っていう感じですね。はい。というわけで、イヤホンの今日はご紹介でした。ご紹介でした。